シスターさんからありがとうございます。こんばんは。なんか配信始めたら急に眠くなってきちゃった。こんばんは。こんばんは。ちょっと遅め配信。もう学校さ、私今日学校が帰ってきてずっとこうだからさ、髪の毛ボッサボサで、ね、アホ毛がボッサボサ。今日は生活点検があったんですよ。あ、爪はねちょっとねやばい、あのあんま伸びてないんですけど、ちょっと高速に引っかかるくらいの爪の長さをしてしまいましてまあね、私もねこれは絶対引っかかるだろうなって思ったんでまあいいんですけど、そうあのありまして、生活点検が指はね、ちょっとなんかあの裏から見て分かりやすいんですよ。この裏から出るのがね結構出るんですよ。なんかねこの裏からね、まあ意外と長いんですよこれ。なんか見るより、これで見るより意外と長くて、そうでも結構先生によるけど本当に深爪レベルまで切らないとダメっていう先生もいるし、でもそんな無理じゃん。なんかね裏から出たらね多分ね、あんまだから私でも生活点検の時裏から出ないように、そうこんくらいで、そんなに長くないけどね、もうちょっと多分切ろうと思うもんね、切れるから。そうで前髪はちょっとねなんか大丈夫でした。なんか触覚もほんとピンで染めないといけないんですよ。ピンで止めて、いや触覚太くね触覚でピンで止めないといけないんですけど、私はもうずっとこうやって行ってたんですよ。あの横にかけてピンでは止めずにこんな感じで行ったんですね。やっぱね触覚なしはきついんですよ、私マスクしてるとはいえ触覚なしはきついから、こういう感じでなんかちょっと、まあ、ピンで止めないけどこうちょっと流し目で受けたら先生にピン止めてないと言われるんだけども、まあ、先生もねあれだったのかな、なんかこうピンで止めてないからもうこれ全然落ちてくるのね、こうやってやってもう落ちてくるじゃん、まあ、先生はなんかもう中3だしねって思ってるのか分かんないけど、なんかもうなんかあんま行ってこなくて、あんまりねなんか全然行ってこなくて、そう引っかかりませんでした。無事に爪はあちょっと伸びてるねみたいな感じ、そうでなんかで眉を切るの嫌だったんですよ、まだ切りたくなくて、切りたくないから巻いていったんですよ。なんか昨日ヒーローと話してて、明日生活点検なんだけど前髪巻いたらなんかいけるかなっていう方の話をヒーローにしてたら、なんかすぐでもなんか学校で先生によるよねみたいな話をしてて、それなんか私の学校はなんか巻くのダメだったんだよねとかそういう話をしてて、でも巻いていったらだけど多分
6時間目にしたから負けが取れてて、多分でもいい感じになんか前ぐらい長さも今度もちょっと長いんだけど、いい感じになんか、そうぐるんって甘えてないよさすがに、あのくるんって巻いただけ、ちょっとふんわりカールつけたくらい。そしたら巻きが取れたけど、なんかいい感じに汗とかなんかね、タイプもあったから汗とかね、いい感じに多分前髪が浮いていい感じの長さでクリアできました。でも本当にみんな触覚あるからね、女の子は触覚命だから、本当に生徒会長が触覚出してるんだから生徒会長、生徒会長出してるのか、うちらも試写会出させてよみたいな感じではあるけどね、まあ無事引っかからなかったので。結構ね、やっぱ触覚、女の子は触覚命だから、そうだからまあ仕方ないじゃん、生徒会長出してんだけどお茶も出しておくねっていうめっちゃ反抗、ショールームで反抗期出しちゃった。そう触覚大事、まあ確かになんか触覚膜とかはちょっとさすがにやりすぎなところあるとは思いますけど、なんか触覚ダメはねちょっときつい、なんか多分こうちょ一直線とかないいよとかにしてほしい、なんか巻くのはねさすがに学校だから、まあ、あんまよろしくないなと思うの分かるよけど、触覚ありにはちょっと賛成にさせてほしい。確かになんかくるんってここ巻いてるうねうねってするのはダメってこと分かるじゃんとか、なんかちょっといさあこういうなんかこういう感じにする、なんか入ってるんですよ、こういう感じのなんかね、入ってるのはねこんな感じ、なんかここは外に流してこんな、あこんな感じ、こんな感じ、こういう感じで内側は外で外側は内みたいな感じの、まあ確かに授業中ね目に入るから邪魔だったりするけど、でももう触覚ないと気にしちゃうからね、まあさすがに授業中はあれだから耳にかけたりするけど、なんとかクリアできました。でもなんか面白いことがあって、なんかとある子がなんか先生は私のねあの担任先生は女の先生なんですよね、女の先生だから女の子の女子のあれを見るわけじゃないですか、そうあの生活点検っていうのかな、そうなんかちょっと身だしなみチェックみたいな、そうそう女の先生だから女子の見て私たちの見てくれたんだけど、あの男の子はやっぱ男の先生にしてもらうんですよ、だなんかね検査を、でなんか先生で私の担任先生が男子で引っかかった人いるみたいな話をして、なんかちょっとメモ取ってたんですね、なんでかわかんないけど、なんかその男子引っかかった人みたいな、そうそう、その男子引っかかった人みたいな感じでなんか言って、まあ、先生手を挙げるじゃないですか、引っかかった男の子たちは、でその一人の中にあのなんか靴下引っかかりましたみたいな、靴下引っかかりましたって子がいて、あまあ柄物履いてきてたのかなとか思ったけど、普通に真っ白の靴下でなんかまあ普通になんかあのその真っ白の靴下でなんか
真っ白の靴下でなんかなんで引っかかるんだろうねみたいな。長さも別に、そう、長さも別に全然おかしくないのに、そう、なんか普通に白の靴下で、まあ、色物もなんか全然なんもないし、まあ、柄だったのかなとか思うじゃん、なんかね、なんか引っかかる理由ないじゃん。だって別に短くも長くもないし、真っ白だし、まあ、ちょっとなんでみたいな、なんでこの子引っかかったんだろうってさ、もうクラスの中でざわざわするんですよ。なんでこの子引っかかったのみたいな。そうそう、でその男の子もちょっとなんかおとなしい系の男の子だったから、なんかわかんないですみたいな、わかんないですみたいな感じでやってて、そしたらもう担任先生がなんで引っかかったかがわかんないの。その子はもうそれだけ引っかかったのね。そうそう、なんかそこでもう靴下だけ引っかかって、そうだから、なんで引っかかるのこれがみたいな感じになって、先生が呼びに行ったんですよ。そのじゃ先生がその男の子に、誰先生に見てもらったって言って、あ、オッケー、あの先生ねみたいなあの先生ねみたいな感じで、その先生呼び、わざわざうちのクラスに呼びに来て、その先生を呼んで、これ何がダメなんですかみたいな何がダメなんですかこの靴下みたいな、まあ、こんな怒ってない、何がダメなんですかみたいな感じで言ったら、みたいな、先生も呼ばれた先生も、みたいな、何のことみたいな感じで、なんかもうなんかおったちょっと面白い感じだった、雰囲気だけなんだけど、結局なんかそう、先生が先生を呼んできて、何がダメなんですかみたいな感じになって、そしたらその子を見た先生が、これは大丈夫ですねみたいな、これは大丈夫ですねみたいな感じに言い出して、そう、結局その子は本当は引っかからないはずだったのに、なんか先生の見間違いかなんかで引っかかっちゃって、大丈夫ですって言われて、結局何みたいな、あれは何みたいななんか、これはなんか、でもその先生は人を間違えたのか分かんないけど、そう、人違いをしちゃったのかもしれないけどね、なんかあのくるぶしじゃない、なんかそうくるぶしをその子履いてると思って、なんかでも誰かくるぶし履いてなかったみたいな、そう、なんか誰かくるぶし履いてなかったみたいな、くるぶしはダメなんですよ、なんかこうくるぶしの上の骨が隠れる長さぐらいっていう決まりで、でも誰かくるぶし履いてなかったかみたいな感じになって、結局誰もくるぶし履いてなくて、なんかちょっとハテナな感じに終わっちゃったんですけど、あれは一体何だったんでしょうみたいな。だってさ、もう本当に誰から見てももうなんかちょっとなんかね、誰から見てももう間違いようのないあれだったの。そうそう、誰が見てもこれ何引っかかるんだろうみたいな感じだったからめっちゃハテナに終わっちゃったんですけど、そう、めっちゃハテナ、何この状況みたいな感じで終わっちゃって、結局謎に包まれたまま終わっちゃいました。何だったんだろう、あれは何だったんだろう、怖いね、しかもそれが私の、そう、あの私の前の席の子だったから、その先生と男の子と男、その男の子を見たのチェックをしたなんか先生の会話も悪い声で、みたいなみたいな、これ全部聞こえて面白かった、マジ面白かった。379日だって、ありがとうございます。
そう、結局あれは何だったんだろうね。はてなはてなすぎる。途中で靴下脱いでさ、それはないね。だって買いの靴下なんて持ってこないでしょ、わざわざ。でもね、そういう時もあるかもしれないじゃん。先生も何かあったのかもしれない。疲れてたのかもしれないじゃん。疲れてなんかちょっとなんか靴下が短く見えたとかね、あるかもしれないから、まあ仕方ない仕方ない。その日に検査したの分かってた。そう、分かってたの。でもね、あの明日ね、そういう点検、身だしなみチェックあるよみたいなのを言ってくれる先生と言ってくれない先生がいて、大体学年集会があるときはするんだけど、そう、派手な派手な、あれは何だったのかね。もう謎に包まれたままこの話、そうね、でもなんかね、ちょっと面白くない？そうね、なんかもう本当になんか誰しもがハテナな空間で、なんかダメって最初は先生が、え、なんでダメなの？その子に必死、そう、なんかダメ、まず男の子が性格宣言してダメって言われて、それを先生に言ったら、先生が何がダメなのってその子にめっちゃ問いただす、問いただすというか、なんかめっちゃ聞いてるのに、なんかね、その子に何がダメなのみたいな、めっちゃ聞いてるのに、わかりませんみたいな感じだったし、なんでダメだと分かりませんって言って、その先生呼んでくるし、で結局 OK だしみたいな、なんかよく分かんない謎状態で、そうね、びっくりびっくり、面白いけどなんか今日もう一個学校の話あるんだよね。なんか私今日ちょっと学校ちゃんとさ楽しんできたからさ、そこそこ楽しんできたんで、今日は学校ネタがありますたくさん。じゃあもう一つね、私あの今のクラスにあのお友達がいないわけ、いないんですよ。成績に関係してこない、全然全然全然何も関わりない、なんか高校にあの行き、あの何回この子引っかかりましたとかはいかないんだけどね。そうあんま関係ないけど、で 私は1年生の子生活委員だったんですよ。生活委員だったから、その引っかかった子をチェックする係、なんか誰々が引っかかりましたみたいな、そう誰々引っかかりましたっていうのを紙に書く係してたんだけど、なんか私自分が結構引っかかること多かったのね。自分がそう、私結構引っかかること多かったタイプだから、でも先生に、はい藤野さんダメよって言われても、もうつけなくて、そもそももうつけずに、私のだけつけずに、あ最低限とかめんどいから私のはつけずにって、先生もねちょっとね、たまにね、たまに、そうそうそう、先生も誰が引っかかったとかね覚えてないからさ、そう特権利用しましたそうそうそう、なんかね、でもさすがにあの 2,3 個引っかかることがあったんですよ。結構1回につき 2,3 回引っかかるタイプ系の女だったから、でさすがに 2,3 個つけない、1
個だけ引っかかった時は全然つけるんだけど、 2,3 個引っかかったってなると先生がねその表チェックするんですよ、誰が引っかかったかみたいな。それに私 2,3 個ついてたら恥ずかしいじゃん。まず生徒手帳、爪、前髪なんですよ、私が引っかかりやすいのって。そう、生徒手帳も長いし、前髪も長いし、爪も長いしみたいな最悪の状態があって、採点機を受けないといけないから、そう、そうだから1個だけ引っかかった時とかはもう再点検とかめんどくさいじゃん。もうなんかさ、なんて言うんだろう、もう正直あの生徒手帳は分かんないじゃん、私も別にもうよくねって思っちゃう、生徒手帳くらい。だから生徒手帳はもうバツつけなかった。それでお友達の話は、私クラスで今ないちょっとぼっちっていうか、まあ友達がいるけどなんかあんまり関わりがないっていうか、やっぱそのお友達も他のそのクラス内で他の友達がいるから私ともお話しするんだけど、ずっと私じゃなくて、まあ、私そう結構いろんなことをお話しするタイプの子だったからね、まあ、今ねちょっとあんまお友達がいなくて自分から話しかけれるような。で、その自分のクラスにはいないけど隣のクラスにはいいのね、隣のクラスにはいてね、そのクラスにいて、私はもう昼休み速攻でそっちの方に行くんですよ。でもなんかまず想像がちょっと陰なタイプ、心なんか気持ちが、気持ちっていうか、まあ、性格がちょっと陰なタイプだから、そう性格が陰なタイプだから、なんかまずその子がクラスにいて「まるまる」って言って呼ぶことができないから、ちょっとあの子呼んできてくれないって言って、ちょっとお願いして、そうそう、まるまるって言えないじゃん、クラスのさドアのさところに行って。だからもうあのそのなんか適当にそこら辺見た人にちょっとあの人呼んできてもらえないみたいな。感じの教室入れないじゃん、呼び出してもらってで一緒に話すのね。でその時に本当に友達いないねみたいなこと話されて、そうでも私やっぱね学校にもやっぱ行けない日とかはあるじゃん、仕方ないく、そうそう、でまあ友達に本当に友達いないねあんたみたいなこと言われて、あのそう、ここは本当に友達いないねみたいなこと言われて、もう作りなよみたいな、さすがにみたいな、さすがにもう自分で作りいいよみたいな、もう恥ずかしいからできなくて、もう私はその子さえいればいいタイプの人だから、そう、その他のクラスは入れないんですよ、自分から入れないからクラスの外で話すしかなくて、そうでもちょっとなんかまあ本当作り友達作りなよみたいな、まあまあ、まあ、もごもっともみたいな感じなんですけど、別にもうなんか、うん、あとね半年だからそんなに、まあ、大丈夫かなみたいな思ってたんですよ。でまあまあ作りで、その子はもう割かし部活に入ってたし部長だったのね、その部活の。まあ、だからわりかしちょっと友達は多め、私によりはそりゃね、部活の部長のちょっと陽キャめの女の子なんで、それはね あれはできるんですよ、普通の友達はちょっとまあいるわけじゃないですか。でなんか私ちょうどそこになんかいるからみたいな、なんかちょうどそこにじゃあ私と同じクラスの子いるから話しかけようよみたいなこと言って、でなんかその子がに、ね、話しかけたんですよ、その私の部長の子がね、私の仲良い友達が。
でなんかココハがなんか自分のクラスに友達おらんらしいからなんか友達なってあげてみたいなの勝手に言われて、私もちょっと流れで手出してみたりしたんだよね。そうでもあんまりその子はなんか乗り気じゃなくて恥ずかしい、乗り気じゃなくて、でもその子はなんか結構よそう明るい子たちともなんか仲良くするタイプの子だから、多分私と同じ感じの子なのねきっとそれでなんかまあここは友達おらんらしいけん一緒のクラスやけん仲良くしてあげてみたいな、その子がそのね同じクラスの子にそうそうそう言って、でまあ、あちょっとまあまあ、よろしくみたいな感じでデージャー頼めたけど、なんかちょっとうーんみたいな感じで、でそでまあ同じクラスなんで私は名前知ってるのさすがにその子ので、あ逆に私の名前わかるみたいな話をしたの、私の名前わかるかなって思って、なんかわからなかったら元も子もないじゃないですか。そうだからそうわからなかったらまず私の名前を教えるところからね、始めないといけないし、同じクラスでもうね、4ヶ月5ヶ月一緒に行ってきたのになんか分かりませんとか言ったら結構ショックなんですよ。分かるって聞いた、いやさすがにねみたいな、そうさすがに私の名前分かるということで、さすがにね私の名前分かるって言われて、えなんなら誕生日も分かるよって言われて、分かるんだみたいなうん、分かるんだみたいな、私は分かるんだみたいな、でも私がそうまあ名前も分かるし誕生日も分かるみたいな、で私がねそう私がなんかアイドルになったってなった時にお披露目されて、まあ、結構学校で広まったんですよ、もうすぐに誰にもっていうのは嘘だけど、なんか仲いい友達には言ってたんですね、あのそうアイドルになったんだっていうこと、でもそれ以外の子は全く誰も伝えてなかったのに、なんかもう全員知ってたのね私の、なんか翌日が朝学校行くとねみんなが私のことを知ってるみたいなそうみんなが私が HKTが HKT 富士乗っちゃったらしいよみたいな知ってるらしくて、でその時に私誕生日は5の2乗で5月25日っていうキャッチフレーズをさあったじゃん、お昼の時とか誕生日は5の2乗で5月25日みたいな言ってて、な結構知らない人いないレベルでなんか広まってたらしいのね。そうもう結構私人気者だったの、もうスーパースターじゃん、その学私の学校のスーパースター、私の学校の中のスーパースターみたいな感じで、なんか結構もう誰その学年はもう誰もが知っているみたいな感じだったの。やっぱねアイドルになるとかないじゃん、その同じ学校の子がからもすぐに広まって、やっぱねそう朝ですとかにもさあれされてたから、そうみんな知られ渡っちゃって、私のもうキャッチフレーズを知ってる子がいたのね。そうそう私のキャッチフレーズを知ってる子がいて、で結構私に似てくるんですよそれを。でなんかでも誕生日後の25月25日みたいなことを言ったから、あだから知ってるのかなって思ってたらそれじゃなくて、そうそうなんかそれじゃなくて、なんか1年生の時に全クラスもう何百人もだけど、まあ、100何人ぐらいかな、100何十ぐらい、 200 いないかな、でもなんかまあ何人か100人ちょいとかで、なんか学年全員で誕生日に並ぼう、誕生日順に並ぼうみたいなね時があって、そうなんか誕生日中に並ぼうみたいな感じの時があって、私5月25日じゃないですか誕生日、だから5月25日だから最初の方に行くんですね、もう前の方に、でみんな何月何月何月って聞きながら
4月と6月の前ぐらいに多分行ったらいいわけですね。25日だから。そうで、まあ私は25日だったから、25日場所に立って、でその今日仲良くなろうとし、仲良くなんかお友達になろうとした子が26だったらしいんですよ、誕生日が。そう、誕生日が26だったらしくて、その今日仲良くなった子って言ってたんですね。今日ちょっとなんかお友達になった子は誕生日5月26で、私結構なんか自分で言うの本当に恥ずかしいんですけど、結構1年生の時はね、まあ陽のタイプの人間だったんですよ。結構明るめなだったはず、そう明るめだったはずだから、結構ね委員とか結構してたんですよ、1年生の頃バリバリに。でなんかもうクラスの中でもちょっと、まあそういうなんかちょっとね、まあ明るい系、まあ悪く言えばうるさい系だったんですけど、なんかな、結構いろんな子に話しかけてたんですよ、自分から。1年生の時はね、もう今となったらなんで そんなことができたのか分かんないくらいなんですけど、その時は話しかけてたから、その今日仲良くなるとしてた子は26だったから私の後ろにいたわけじゃん。そうそう、私の後ろにいたわけだから、その子に話しかけたんですよ、私が知らない間にね、知らない間に私が話しかけてて、あ、ち本当に覚えてなくて、それを誕生日覚えてるよって言って、そのことを話されたんですよ。なんか全校学年集会の時に誕生日順に並べっていう時に、なんか前に行ってなんか話しかけられたみたいな、そう前に行って話しかけられたから知ってるみたいな、本当にそれ覚えてなくてね、結構そう本当に覚えてなくて、私はそのことをね覚えてない、本当に覚えてなくて、そんなこと言ったっけ恥ずかしいとか思ってて、そう割がしね、多分ようなタイプの人間だとは思う、もう明るいタイプだったとは思うんですよ、1年の頃は。まだ今よりかは割と今の私は考えられないくらいになんか、まあ割とねちょっと明るめのタイプで、そうで、でその今日友達に なろうとした子に、なんか誕生日が1日違いでなんかみたいな、で私がなんか誕生日1日前だから私の誕生日覚えといてねみたいなことを私が言ってたらしいんですよ、自分で。本当に覚えてないけど、なんかそんなこと言ってたらしくて、そういいだよ。なんかさ、私さその子の名前も正直今年初めて同じクラスになったんですよ。だからその子の名前は正直ね 1,2 年の頃はしなくて、3年になってから同じクラスになったから、3年になって同じクラスになったから名前も知って、相手は多分私のことずっと知ってたわけじゃないですか。だからなんか名前と誕生日話しかけられた人みたいな感じで、多分名前3歳よ、あいつは3年間ずっと覚えてたってことじゃないですか。本当にそれが恥ずかしくてなんで、ちょっと本当に忘れてて、私はだってもう本当に今年初めて一緒になっクラス一緒になって初めて知ったタイプ、知った子で、なんか顔と名前をね、あこの子こういう名前なんだみたいな、なのに話しかけてたらしくて、自分でその子に、でしかも私覚えてなくて相手だけ覚えてるみたいな、そうめっちゃ衝撃的でさ、やばい覚えてないわと思ったけど、なんか大体さそういうのって言われたされた側覚えてるとか言うじゃないですか。なんかされた側は覚えてるけど下側は覚えてないじゃん、もう本当にそういうことなのかなとか思っちゃって、言った側は覚えてないのに言われた側はめっちゃ覚えてて、本当に申し訳なくて、なんかそれが恥ずかしさと申し訳なさとで、ちょっとあもう本当にごめんなさいって感じなんですけど、もう誰も見てないからねこの配信、学校の子は。そうね、
当に。なんか私なんかほんなんかやばいなと思っちゃって、自分でやばく、なんか結構衝撃的で、私なんかそもそもそんなクラス全く違う子に話しかけてたことも分かんないし、ただ前後ろになっただけなのに、ちゃんと話したこともないのに、なんかね、なんか自分がびっくりしちゃって、なんか自分で自分を、だからちょっと今日からはそんなことがないように、そう今度からそんなことないように頑張ります。でも結構学校に知れ渡ってるの恥ずかしいよね。先生も知ってたもん、行ってないのに、行ってないのに知らない、あ、行ってないのに知られてたって。本当になんか、でもなんか言ってたんですよね、自分で。一人の子には、一人の子にはなんか言ってて、なんか朝レスであの合格者が発表された時に、そう朝レス合格者が発表された時に、私は、ね、よかったんだよねみたいな話をしたら、そうそうそう、受かったんだよねっていう話をしたら、一人にしかしてないのにどんどん、なんかそもそも朝です見てた子、多分ドルオタの子がいて、その子が多分、その子はドルオタだったから、多分その情報を結構ティーン版に見るタイプの人で、その子にからその子がさ、だから藤野さん HKT のオーディション受かったみたいな、朝です見てたからね、受かってるよみたいな感じだって、それがどんどん広がって、まあ事実だからいいんですけどね、それ広がって、なんかで、なんかお披露目の V も見られて、恥ずいよね、なんかお披露目のやつ見たよって言われて、本当に嫌で、もっと可愛いやつあるから、お披露目じゃないやつ、お披露目じゃ本当にダメ、あれ見ちゃダメ、もう見ちゃダメ、あれは、あんなの見ちゃダメ、ほんと可愛いやつあるじゃん、そう、それ受かってたからいいけど、受かってなかったら結構ちょっときついんですね。受かってないけど、ほんとこんな感じ、受かってないのに噂もあって、ほんとこんな感じで、そう、受かったからね、よかったけど、そう、やっぱり噂言わない、うん、なんか名前わかんない、鉄牛さんありがとうございます、そう、HKT 落ちた子とかさ言われてたかもしれないじゃん、よかったよかったって思って、なんか本当になんで広まったのか分かんないけど、結構いじられちゃうね、でもなんか本当に最初の方めっちゃいじってきたんだけど、みんながやっぱ最近はさすがにね、もうみんな熱が収まってるんですよ、私への熱っていうか、なんかまあいろいろとそんなに、学校でさえまとめないしないしないっす、あでもなんかたまにするかもねそう、なんか学校でさえ求められたことはないんだけど、なんか国語の授業の時に、なんか自分の感想、この物語見て
なんかどう思いましたかみたいな感想をね書かないといけない時があって、その時にじゃあなんかで自分の感想を人に読んでもらおうみたいな感じで、読んでもらったサインももらってきてねみたいな、その子にサインもらって、なんかそれサインを3人にもらおうみたいな時に、私サイン書いてって言われて、そうサイン書いてって言われたことは、握手とかね求められたりもしましたね。なんかさすがにもうそんなはないですけど、やっぱ人気もって感じだったね、そのお披露目された後とかは。サイン会やないか、ほんとそれほんとに言われ、握手してくださいとか言ってもしないけどね、女の子でも。なんかちょっと怖いじゃん、なんか急にさそんなされたら学校で騒がれにされないの確かに。なんかでも時と場合によるね、なんか触れてない触れてほしくないとこもあるじゃん、まあ、結構なんかいじられ的な感じと、それで仲良くなるならね、な HKT じゃんみたいな感じで言われて、それで普通に話せるならいいけど、なんかただ単に相手が一方的にアイドルアイドルみたいな言ってたらちょっと気まずいじゃん、こっちもなんかみたいな、そうそう、なんかどういう感じでいこうかなっていうのもあった。そのやっぱなんかちょっとアイドルだからちょっと高嶺の花的ポジを狙うかとか、そう高嶺の花的な感じの立ち位置ポジに、ポジっていうかなんかそういう感じにしようかなとか、そういろいろ考えて、なんか高嶺の花っていうかただの人見知りになっちゃいましたね。私は高嶺の花ポジになりたかったんですけど、ちょっと無理そうでした、さすがに。そうちょっと無理そうでした、私にはそのポジは。でも今からでも遅くないと思ってるね、正直。私は今からでも仲良い子は作れますっていう、高嶺の花落ちちゃう、確かに。じゃあそう本当になんか前だったし、高嶺の花ポジティブ目指すかとか思ってて、そうだからちょっと頑張って作りたいと思います。頑張るぞー、えいえいおー、でもある意味高嶺の花かもしれないね。なんかもう高嶺の花って多分別にそんな高級とかじゃないからさ、そうでもね、まあ、憧れるじゃん、なんかちょっとさアイドルになったのをきっかけにちょっとイメチェンでもしちゃおっかなみたいな。そうそう、なんかちょっとキャラ変しちゃおっかなーみたいなさ思うじゃん、やっぱり。そうちょっとね、でもなんかでもちょっとなんか最近なんかちょっととあることがあって、なんかよく
とある女の子とめっちゃ目が合って、私最近同じクラスで、席はちょっとだけ近いかな、これ普通に。そうなんか目が合うの、その子とめっちゃなんかね、目が合う、目と目が合う目と目が合うんですよ、私その女の子と。そう、目と目が合う。え、何これ、私なんか好かれてるみたいな、なんかね、そう女の子にめっちゃ見られてて、なんかえ、そう恋だ恋、そう女の子に見られてて、え、何かちょっとアクションがありそう多分相手もちょっと脈ありじゃん、なんか脈ありそうじゃん、女の子、相手の女の子ちょっとね、もしかしたら仲良くなれるのかなとか思いながらも、ちょっとそう、目が合う、だからね、多分その子とは仲良くなれそうな気もしたりしますね。そう、なんか本当によく目が合って、なんかチラッて向いたらその子と目が合う、たまたまね。なんか今日変なものでもついてたかなってぐらいな、結構目が合うみたいな。藤子の後ろにイケメン大将だなっていませんけど、いませんだって、私一番後ろ席なんですよ。まあ C って言えばちょっと後ろにロッカーがあるかなくらい。だから私じゃなくて、もしかしたらロッカーみたいなのかもしれないかな。でも結構、でもその自分の席じゃなくても目が合うんですよ。普通に立って私が、まあ、給食前とかに、まあ、手洗うじゃないですか。だから手洗いの後に教室戻ったらその子と目が合うとかね。ちょっとはてなです。じゃあランキングを読みます。13位シンさん、ありがとうございます。12位ペシさん、ありがとうございます。11位ダイさん、ありがとうございます。10位おともちゃんさん、ありがとうございます。9位ゲントルさん、ありがとうございます。8位ココさん、ありがとうございます。7位サイニャンさん、ありがとうございます。6位フェンリルさん、ありがとうございます。5位ハッピーさん、ありがとうございます。4位マークさん、ありがとうございます。3位ツナのさかなさん、ありがとうございます。2位リカさん、ありがとうございます。1位これなんて読むんだろうね、クロなんちゃらの鉄牛さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。国旋風の鉄魚、ありがとうございます。国旋風の鉄魚さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。